スニールはインドのテルグ語映画で活動する俳優。これまでに177本以上の映画に出演しており、フィルムフェア賞南インド映画部門やナンディ賞を受賞している。スニールはダンサーとして活動しており、舞台俳優を目指して劇団への入団を希望するが、身長や声などを理由に出演の機会が与えられなかった。彼はダンスやコメディ寸劇を経験し、 1995年にダンサーとして映画業界に進む。彼はモハンバーブのようなコメディもこなせる悪役俳優になることを希望し、主人公の友人役を死亡するが拒否される。その後、大学時代の友人であるトリビクラムスリニーバスを映画業界に誘いともに活動する。トリビクラムは脚本家として活動を始め、一方のスニールは、 生計を立てるため助監督として働き、後にセカンドハンドで、早くとして起用されたが、同作は途中で制作中止となった。その後は再び映画スタジオのスタッフとして働き、撮影を通して俳優たちの演技を学んだ。2000年にオヌベカバリーで俳優デビューし、同年、チルー・ナブットに出演した。出演作品は、 トリビクラムが脚本を執筆しており、スニールは彼が自分の特徴を脚本に取り入れてくれたことでスムーズに演技することができたと語っている。2006年公開のアンダラ・ラムズで初主演を務め、2009年に SS ラージャマウリのマガディーラ勇者転賞に出演し、2010年にはあなたがいてこそで主役に起用された。2012年に ビーラバドラームチョードリーのプラ・ランガズに出演し、同作は評価から高く評価された。2015年にはタディカで主演を務めた。一時期コメディ路線を離れてヒーロー路線にシフトしたが、主演作品が工業的に不振が続いたため、キャリアを維持するためにコメディ路線に戻った。ありがとうございます。